よー気ままにダラダラ小チャンネル。さあ前回ね、拠点を建てる場所を探そうってわけで、仮拠点を出発しまして、でその結果すぐに誘惑に負けて、ダンジョンの攻略の方に行っちゃったわけなんだけども、ほんとね、もういい加減拠点作れともうそろそろコメントの方でも言われてんじゃねえかな、おめえ何やってんだと。いやだ、ダンジョン攻略は楽しすぎるんだ。ごめんよ。まあでもね、いい加減ね、まあそうも言ってられない状況なんで、もうほんとね、アイテムの置き場すらちょっと危ういからね。まあ今回はちょっとダンジョンの攻略はお休みして、拠点作りの方ね、完成するまでやりたいと思います。で、拠点を構える場所はね、ちょっといろいろ探してみたんだけど、ちょっと今後の、まあ、展開のことも考えて、まあ今回出会ったここのピラミッド と、村、この付近ね、ちょっと作りたいと思います。まあちょっと一つね、イメージが固まったものもあるんで、ちょっとそれを実行しようかな。で、あとついでに、まあ採掘場とかね、拠点周りの整備を一緒に済ませていこうと思うんで、よろしくお願いします。じゃあとりあえず、まあ説明はこれぐらいにして早速やっていこうかな。さてと、どないな風にしようか。とりあえず思ってたのが、この村自体を使いたいなと思ったんだけど、どないしましょう。とりあえずなんか門的なものを作りたいよな、ここ。せっかくこのデカさがあるし、で壁もつけちゃう。まあモンスターの襲撃も怖いもんな。あの村人さんたちも保護したいし、そうやな、一回りでかく、まあ塀をつけて門つけて、でその奥ぐらいに俺の住む拠点作ろうかな。道幅的にはまあまあまあ相当でかさあるし、こんなまあ小さくもないやろ、場所的にも。うん、じゃあちょっとそれで行ってみようかな。よし、さあ行けるかな。結構な修繕がいるけど、あとここの道も直さなきゃいけないのか。中途半端いねえな。でもモンスター湧いてるし、お前早くねえかって、リフォーム早くねえかって。まだいらんですよ。でとりあえずどうなんでしょう、村の終わりがここら辺としたら、もうここの木は全部ぶった切っていいか。いや素材もな、どないしようかちょっと考え中なよな。今んところ木でやるのはいいんだけど、いつも通りすぎるしな。他のもので代用する。あいいこと思いついた。今おそらく見ている人の半分は思いついたはず。これがあんじゃん。バラすか。いやこれマジすげえな。久しぶりにやっちゃったなこれ。いい仕事したわこれ。もう地下丸見えだもん。まさかぶち破るとは思わなかったけど、本当はなピラミッド部分だけやるつもりだったのに。いやーやっちまったね。ここにいたモンスターもびっくりやぞこれ。いやー素晴らしい、いい仕事した。久しぶりにあれじゃない、このビフォーアフターが楽しみな、まあ聖地になったね。いやー満足満足。よーし、これでとりあえずバラしは完了やな。
で素材の方も大量手に入ったね。オッケーオッケー、本当に大量、いいっすね。6杯分かなチェスト。まあこれで十分足りるやろ、てか余るぐらいかな多分。これは思ったよりいい壁つけれるかもしんないね、でかい壁。よしよしよし、じゃあとりあえず次の作業移ろうか。まあここはまた置いておいて、まずはこっちやな。じゃあ次はそうやな、どうしようか。まあちょっと今回まだやることも多いし、ちょっと順番つけてやっていこうかな。ほんじゃあまずはどうしようか。あーちょっと拠点立てる前にあれやな、この村人さんの製造機ちょっと作っておこうかな。まあ多分ね、この村人さんも前言った通り、あの特殊な村人増えると思うからね、ちょっと今のうち早いうちに装置をちょっと上空に作っておいて、でそっから本拠点なり周りなりちょっと作業を始めていこうか。うん、よし、じゃあそれでいこう。よし、じゃあまずは土台からやね。で今回はねちょっとレールがないんで、まあ村人は、脇地に勝手に来てくれるような作りにちょっと、したいと思います。でそれもねちょっと考えてきたからね、さあうまくいくかなまずそこが不安ないけどな。でまず最初は脇地を作るために、まあおよそ4マスぐらいかな、地面から上げてそっからまっすぐ引く。だから今俺がいる場所が村人が増える場所になるかな。まあここはそんなに大きさは関係ないとは思うんだけど、今で 1,2,3,4,5,6,7,8 8マスか、あと2マスぐらいとこが、でこれぐらいで、で横は適当、まあ3マスぐらいかな。まあここも狭かったらまた後で増やせばいいからね。まあとりあえずこんなもんか、あともうちょい。 OK、 よーし、これで箱は完成。さあこれでまあ大体のもんは完成したけど、あーうまくいっかな。であとは、大事なもん、そやあれを置かんといか、これが大事。さあこれで村人が釣れるかどうか。まあおそらくあの村人を増やす装置作ったことがある人ならわかると思うんだけど、よくねそのまあ本当はこの下の階層に木のドアをね、いっぱいつけるんだけど、そこに村人さんが侵入して、まあ、どえらい目にあったって人がね、かなりいると思うんだよ。で、それを修正を利用して、夜になったらここに村人がね、まあ、わんさか集まるように。で、その集まったところを、まあ、蓋をして、一望たちにっていうね、まあ、今回そういう感じなんだけど、さあ、これがうまくいくかどうか。あ、でも待てよ。その前にここのドアも壊しとかんと、すっかり忘れた。さあどうかな、これが本当にうまくいってくれるといいんやけど、マジで。じゃないとレールを作らなきゃいけないっていうめんどくさい作業かな。てか一回戻るのがめんどくさいだけやけど今日ね多分これうまくいくと思うんだ。でここに村人が収まって蓋して、でここに木のドアを大量設置すりゃもう装置自体は完成なのか。まああと大事なのはあの特殊な村人、あいつが出るかどうかなんだけどな、それがちょっと怪しいところ。お、来るか第一村人だが止まるあと一歩、あと一歩来いよお前、あと一歩やん、踏み出せよお、来たか、お、第一村人、え、入った、ほんと入った、出てったお前ふざけんなよえ、まだ、あ、まだ夜になってないからか、ちょっと出ていくなよ、不安やん頼む頼む頼む、
頼む頼む頼む。お、来た。よしよしよし。これであいつらはうちに入ってる判定になってるはず。オッケー。お、来たか。あ、ラッシュ来た。これ来た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 。オッケー。うっせーけど入った。オッケー、これで成功。だけどあれないな、全部が反応はしないんだね。あー、まあとりあえずしゃあないか。こんだけ確保できればまあ十分でしょう。よし、これであとは閉じ込めればいいだけ。よし、確保。あ、間に合わなかった人、間に合わなかった人がいる。ちょっとかわいそうやから入れてあげるか。はい、確保。よし、で、あとはここのドアを破壊すれば OK。 さあ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 、あとはここにドアを設置してうまく上でハートが出てくれればいいんだけどね。さあ、これで出ないってなったら本当に笑うけど、ここまでうまくいってってことはありえるからな。それがいっちゃん怖いんですけど、これどうだろう、範囲的に狭いっちゃ狭いからな、今まで作ったやつに比べて。どうだろうな、今の時点でどうなんだろう。まあもうハート出ててもおかしくはないけど、一旦これ置いたら上行ってみるかな。頼むぜ村人。よいしょよいしょ、これでラスト OK。さあどうかな。こっからはハート確認できず。どう、ありゃ、あ、出た。あ、出てる出てる出てる。オッケー、よし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 。あ、ちょっと不安あったけど、いけてるいけてる。オッケー、じゃああと君たちは振るだけや。よーし、できた。いい顔してるわ。急ごしらえとはいえいいね。いや、こういうの嫌いじゃない。いいわ。よし、とりあえずじゃあここはこれで OK やな。じゃああとは本拠点だけやね。よーし、で本拠点はね、もうイメージはね固まってんだよな。まあこのモッドダンジョンが多いからね、そのダンジョンのような形の本拠点がねちょっと欲しいのよね。でちょっと考えたのが、まあ城とかそういうのもありやけど、あの、なんていうやろ、円状のまあ筒って言ったら分かりやすいかな。まあ言うたらバベルの塔みたいな、そのでっかい塔をね一本ここにね、まあぶち立てようかと。だってさ、この石レンガやっておそらくやけど1万個以上あるもんね、これ。だから相当な上まで建てれると思うよな。ちょっとやってみたい、どんな風になるか。だからまあ簡単に、まあここら辺の木を全部伐採して、でまずは円形状にブロックを置いてそれを積み上げていくっていう形かな。まあ、言うのは簡単なんやけどな。実際、まあ、相当また時間かかるやろけど、これやってみたいんよな。さあ、とりあえず置いてみたけども、でかいな、これは。かなりでかいぞ。俺大丈夫かな、ブロックまず足りる。あ、でもどんぐらいでかくするかにもよるわな。ほんとバベルの塔って言ったら、あー、どうなんだろう、雲に届くぐらいけど、そんないる。自分で言うといてやけど、どないしよう。まああれだわな、遠くからでもまあ確認できるぐらいの建物にはしたいわな、一応。でもそれぐらいだったら、これブロックどれぐらいいる。今のところスコトマ持ってきたけどさ、あー、でもフロア分かれて
だったらどうだろう、4階層5階層ぐらいはめどにやってみたいな。これほんとでかいな。これ俺扱い消えるかな、ほんまに。マジででかいぞ。でこれで1階層目でしょ。これ3つも4つもいけるかな。どうやろう、1階あれかな、ちょっと高さだけ見てみようか。ブロック積んで、おそらくこのブロック全部積み終わったら30マスぐらいかな。さあどうよ。あ、でも結構高いなこれ。あー、これぐらいでいいかもしれない。だから今1階層目が8マスぐらいの予定でしょ。だから3、4層はいけるかな。まあもうちょい伸ばしてもいいぐらいか。まあこれぐらい自分かこれね。まあこれぐらいにしとこうかな。多分ね、まあこれ以上もいけるんだろうけど、これ以上いったらね、収集がつかんくなる。っていうか上を全く使わなくなると思うからな。もうこれぐらいにしとこう。でまあとりあえずブロックは余るやろうから、まあそっちはあれかな、装飾の方ちょっと回そう。よし、じゃあまあさっきのメドにちょっと伸ばしてみようか。よし、できたー。これで拠点完成。いや、マジででけえ。これほんとでけえよ。過去最大級の拠点じゃないこれ。いやー、できたねー。で、結局、8階層かな全部で。いやー、最初の計画の2倍になったよね。いや、これはしゃあないよ。ちょっとね、中身に凝ってたらね、あんまりスペースがなくてね、縦に見事に伸びないね。まあこれはほんとしゃあない。まあできただけでも十分やな。まあまだちょっとね、内装の方はできてないんだけど、まあ少しだけ見てもらおうかな。さあさあ、まずは玄関入って、さあここはね、エントランス部分となるんだけど、まあ主に生活するのはここかな。まあこの裏が作業場になってるんだけど、ここでベッドで寝て、まあアイテムをいろいろ作ったりする場所というわけで、まあほんと使うのはここぐらいなもんだろうな。で、あとのね、2階以降はね、もうほとんどボックス部屋、もうチェスト置き場やね。もうかなり置いてるけど、まあこの階段のおかげでなこれにこだわったおかげでな、まあ本当にスペースがなくなったけど、まあこれはしゃあねえわな。まあ他の階層も上までそんな感じかな。まあ唯一違うのは、まあ一番てっぺんの屋上かな。まあそこはね、展望台にしてるんだけども、まあちょっとショートカットして行ってみようか。ちょっとね、裏にね作ってあんのよ、ショートカットするものを。こちらちょっと裏にね仕込んどいた。もうこうでもしなきゃね、ショートカットできねえんだもんいや、一回一回登るのもね、いいんだけどね、もし時間ない時とかね、まあそういう時にはこういうのを使って、まあ上まで行こうかなという算段。さあもうちょいで到着かな。やっぱ高いなこれ。よし、到着。さあここがてっぺんだね。いや、これは見晴らしいぞ、絶対。よいしょ。おー、すげえ俺も実際見るの初めてやけど。うわ、すげえな。本当に高えあそこの村が小さいよ。うわー、やっ
っただこれ。いやいいもん作った。よしよしよし、今日まだ終わりじゃねえんだよな、これで。まあ拠点はこれで OK なんだけど、さああとは兵を作るだけやな。まあそこは裏作業やから、まあバッサリカットして、まあ倍速なりで一気に作ろうかな。よし、じゃあ最後の締めじゃ、頑張ろう。